さあ、それではマスコミの方以外の撮影はご遠慮ください。今からスリザーブラザーズの皆さんが入ってきますので、大きな拍手でお迎えください。スリザーブラザーズの皆さんです。お願いします。ありがとうございました。映画のワンシーンを今目の前で拝見させてもらいました。スリザーブラザーズの皆さん、どうもありがとうございました。ここで改めてスリザーブラザーズのプロフィールをご紹介させていただきます。バイオリン2本とピアノからなる知る人ぞ知るアコースティックインストルメンタルユニット。この度映画白雪姫殺人事件の出演者として抜擢され、登場人物たちを魅了するアーティストとして印象的な出演を果たしました。そしてなんとこの度 CD デビューもしてしまうという、もうまさに映画の中から飛び出してきたアーティストです。せっかくですから、お一人ずつ自己紹介をお願いできますか。バイオリンを担当してますゆうやです。よろしくお願いします。ピアノ担当しているヨシヤです。よろしくお願いします。バイオリンのマサヤです。今日、会場に井上真央さんいらっしゃってますよね。本当ですか。せっかくですので、ちょっと、はい、こちらに来ていただいた方がいいと思うんですけども。井上真央さん、すいません、いらっしゃるようでしたら。あ、お願いします。ではステージまで、ありがとうございます。なんかポスターがまたもう一枚。確かに前お会いした時とちょっとなんか違いません。花粉症ですか。はい、すいません、実はモノマネメイクファンタジスタのザワチンです。すいません。ザワチンさんにご登場いただきました。芸能人モノマネメイクを得意とし、新作を発表するたびに多くのウェブニュースに取り上げられ、ご本人から公認やお墨付きをいただくなど注目を浴びていらっしゃいます。はい、その驚異のメイクテクニックはテレビや雑誌でもたびたび紹介されて大反響を呼んでいるという、今注目のメイクファンタジスタです。今回は映画白雪姫殺人事件主演の井上真央さんに初挑戦なんですよね。はい、初挑戦でどれくらい時間かかりました。そうですね、でも意外と女優さんの方ってすごいナチュラルメイクなので、はい、いつもなら2時間かかるところ、だいたい30、40分で終わりましたね。
3、40分で、はい、そのメイクができるんですね。そうですね、はい、すごい。きっと皆さんちょっと覚えて帰りたいと思われている方が多いと思うんですがどうですか、男性から見て皆さん。そうですね、いやもうそっくりです ね, ね、もう特にこの写真なんてもう、はい、ね、そのまんまですよね。そのまんまですね。これを結構表情とかも頑張ってるんですよ。なんか私犯人っぽさをちょっと出しながらあの皆さんのお手元にあります週刊太陽のチラシご覧いただけますか。あのちょうどですね、一番表には井上真央さん、 そして裏にはですね、ざわちんさんが、はい、そうなんですよ、はい、今ねこのポスターと同じものがあるんですが、はい、ぜひご本人さんのね鼻かしを隠しながら、はい、ぜひ見てみてください